それでは早速紹介します。まず結論から申し上げます。そのたった一つのポイント、何をすればできるのかっていうところなんですけれども、これ答えは握り方にあります。そしてその握り方、何かっていうと左手の握り方です。この左手の握り方が変わることによって、理想的なシャローダウン、しっかりと首切りにならない、下から落ちてくる自然落下のダウンスイングが手に入るということでございます。まずどんな握り方をするとしっかりとしたシャローダウンになってくるのかというと、まずね、チェック方法としてはこの状態、普通に握ってもらった状態で、まず両方の親指をこうやって離してください。この両方の親指を離します、はい、そしてまずこの状態でまず違和感なく持ってれば、まず第一関門はクリア、はい、次です。次はこのまま右手を離してください。右手を離して今左手の指のみで持っています、はい、ここからさらにいきます。今度はこの人差し指だけ残した状態のまま、小指から下は全部離してください。この状態です、はい、この状態でしっかりとこの小指の腹ですね、ここ、この小指の腹側、手のひらの腹側、この辺りにしっかりとグリップの後ろ側、根元側がしっかりと引っかかっているかどうか、このように握っているかが非常に重要なポイントになっています。例えばシャローダウンをうまくできない首切りになってしまう方の奥は、このように親指のここですね、ここの腹を使って支えている方が多かったり、そもそももうこうやって他の指を離してしまうと持てないような状態になって握っている方は間違いなくシャローダウンができていません。なぜかというと、基本的にゴルフクラブを持つときというのはこの親指側に圧をかけて持たないんですね。基本的には今紹介したように指にこうやって引っ掛けて、小指側に引っ掛けて4本の指でこうやって指先で引っ掛けるように握って親指を添えているだけなんです。こうすることによって何が起こるかというと、例えば一度この状態で親指を離してみてください。親指を離した状態でバックスイングを上げていきます。この状態でバックスイングを上げていく。そうするとこちら側にしか倒れないんですよ。これを無理にこっち側に倒そうとすると支えれなくなってしまうので、自然にこちら側に倒れていきます。これ例えば親指を上から押さえつけるような握り方をしてしまうと、このようにクロスをしても支えれるので問題なくクロスできる。そして下ろすときもこの状態の方が下ろしやすくなってくるので、首切り打ちになりやすくなってアウトサイドになるし、自然落下させようと思っても手が降りてこない状態になってきます。ほとんどのプロゴルファーはやはりこの親指側に力を入れてこう押さえつけるような握り方をする選手っていうのはほとんどいません。ですので皆さんもその親指を押さえつけない握り方をするためにも、まずこの状態で小指の付け根、そしてここに感情線という線があります。この線のちょうど真上あたりにグリップが当たるようにして、そこから人差し指に引っ掛けるようにしてください。そしてその状態で例えばウィークグリップといって、左手を開いたままだともちろん引っかかりませんので、これがちゃんと腹に引っかかるところでまでこうやって手のひらをかぶせて引っ掛ける、この状態、この状態ですね。そしてここから小指から順に指を引っ掛ける。そうするともうこの状態だけで持っててますので、親指は本当添えるだけになってきます。例えばこれがこのように親指の腹側でやってしまうと、握らないとクラブコントロールできませんので、グッと握って、しかも上から押さえつけて挟む、指と指でサンドしてからじゃないと握れないと。こうすると無駄な力が働いてしまう。必ずこのようにセットして握っていくと、そうすると指先だけで持てるのでクラブもしっかりとコントロールできるようになるという状態になってきます。もちろん右手に関してはそれに対して、もちろんこれも指の腹側でパーム側で握りすぎるのではなくて、指で引っ掛けるようにしてこの状態で親指を上からソフトに乗せるだけ。この状態になってこれば確実にシャローダウン、自然落下ができるようになってきます。握り方が重要なんですよ。もっと言うと構え方です。はい、じゃあ今から説明します。まずこのように両手を合わせて、はい、まあ、ゴルフのグリップというものはこのように前に出ますね、はい、この状態では今右手が前に出ていると思います。そしたらこの状態から右肘を
自分の右あばらにくっつけるように曲げてください。そうすると手首こうやって上がっていくと思います。グッとこうやって上がっていきますね。はい、これと反対に左腕は少し前に出すようにしてください。そうです。そうすると、はい、今やって分かる通りカメラマンションもなってるね、はい、手がこの状態になります。はい、この状態、はいはい、こうすると横から見た時この手首の位置がほぼ揃っている、もしくは右の方が左手よりも後ろにいる状態になります。お、はい、この時点で右手優位は消えました。ほほ、はい、つまりこのように構えてくださいねということなんです。左手は若干ハンドアップのような状態、はい、右手に関しては逆にハンドダウンをしているような状態、はい、この状態で構えることによってもうほぼほぼ外から来ません。はい、なぜかというお話をします、はい、まず、まあ、この右手優位というかこうアウトサイドにさっき言ったクラブが立ってしまう原因というのは、まあ、こういうことですよね、うん、例えばこの時ってこう右手がこういうふうに、まあ、小屈じゃないですけどこう立っちゃう、甲が立っちゃうことなんですけど、ただこれ自然に下ろす、自然落下をしたりとかインサイドから下ろすためには背屈の動き、しっかりと右手の背屈で乗せる動きが必要になります、うん、例えばこれさっきのようにこうやって構えてもらってこの状態でコックをしてヒンジを入れたまま上げていくと勝手に背屈するんですよ、はいはい、例えばこれよく皆さん当たり前だと思ってるのが左手と右手両方揃えるみたいな、こうやって思っちゃってますよね、うん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 、この状態で仮にやってみてください。やるとヒンジできないんですよ。できないでしょ、できないでしょ。じゃあもう一回やってみましょうか。今度こうやってやって出して揃えてこの角度のままヒンジ入れて、はい、上げて、できたよね。はい、すげえ。そういうことなんですよ。できちゃうんです。左手もそうです。左手も同じように今度逆にこの状態伸ばさずに小屈入れようと思ってもなかなか入りきらないです、はい。はい。じゃあこれ同じように左手前に出して少しハンドアップした状態ですね。はい、この状態にして入れるとしっかりと小屈が入る。うわ、すごい。はい。皆さんもやってみてください。はい、全然違うからこれ。例えば右手が優位の状態でバックスイングを上げると僕もこうなります。はい、じゃあこれを先ほど申し上げたこの状態ですね、この状態をこの腕で作り出していく、まあ、これ極端にちょっとやります。こういう状態です。この状態で上げると、はい、こうなってくるんですよ勝手に。これができるからこそクラブはインサイドループをして勝手に下に落ちて勝手に内側から入る、うん、だからこれができてないと治んないって納得できたでしょ。確かに。これできないのに、もうできないのに、できないのにこれできないのにインサイド入れようとしちゃってさっきも言ったけど開く、あ、うん、だから無理やりキャスティングするとか、うん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 、ってなってくるんで治るわけがない、はいはい、こういう人めちゃくちゃ多い。レッスンしててはまってきますよね。そう、深みに、はい、どん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 深みにはまって、はい、もう抜け出せない、はい、もうあり地獄、はいはい、でゴルフやめちゃうとかね、そんなもったいないことしてほしくない、うん、だからこの情報を知ってほしいんですよ、はい、これ間違いなく YouTube 出てないと思う。わかんないですけど、うん、まあ、もしも見たよっていう人いたらコメントで教えてほしいんですけど、たまに被るんでね。そうですね、はい、まあ、こういうことがありますので、ぜひこれをね皆さん気をつけてやってほしいんですよ。それではね、最後に気をつけるポイントをちょっとお話ししていきます。今このシャドーモーションでは手首を使ってもらえれば同じような形にこうやって腕がねなっていくんですけど、実際クラブを持つときはこれできません。右肘を必ずこの肋骨あたりにグッと押し合ってください。グッと押し当てた状態で右手を持って、その状態で左手を持ちます。この時に右肘はずっとこの肋骨に当てたまま左を少し前に出すようにしてください。左手だけです。この時気をつけてほしいのは、例えばこういうふうに外に出ちゃったりとかするんじゃなくて、なるべくまっすぐ上に、そうで、この時右肘が離れたら意味がないので、このように右肘を離れないようにして少し上に上げてあげる。そう、このように構えてみてください。そしてこれをできればね、自分で取ってもらった方がいい。明らかにこうなってた場合はダメなので、うん、うん、ただほとんどの人ね、これ生徒さんにやってもらってもみんなそうなんですけど、いざ取るじゃないですか、見てもらう、普通ですねってみんな言うんですよ全然普通だったってっていうぐらい普通なので、大体の人は、うん、だからまずその違和感に慣れるために必ず動画を撮って確認をしてください。これができないと、治らないと思いますので、ぜひ皆さんもこれを気をつけてやってみてください。動
きかっていうと、まあ、その3ステップとしてね、ファーストステップ、はい、まず1回で左手で持って、はい、そしたら親指を離して、はい、この状態で構える。でこの時にね、少しフェースを浮かせるのがポイント、はい、浮かせる。このままこうやって浮かせることによってクラブをこう吊ったような状態になる、はいはい、でこの状態からバックスイングを上げてきて、お腹の回転でスッと上げてみようか。でこの辺で止めてみて、でやるときにクラブが今、今の場合そうやったけど、うん、こうやって我慢できたでしょ、うん、これもここでロックしてる。ああ。ここでロックしてるから、これ以上いけない。自然落下っていうのはこういうこと。ああ、そんなに。そう、まずその感覚がないとダメで、今じゃあこれもそうやけどこっち行くでしょ。だこれがもう立っちゃう原因なの。あ、もうこういう使い方してるのよ、手を。あ、じゃあもう自分でそうしてるんですね。そう、どんだけアームフリーの意識でやってても、そう、もう手でこう作ってるっていう。そうそう、どうしてもやっぱ今まではそうだけど、昔のスイングってやっぱクラブを上げなきゃっていう動きになってるから、はいはい、まあ、これアマチュアの人もめちゃくちゃ多いんだけど、上げたい、上げなきゃってなるから、こっからこっち側に、はいはいはい、でここにはめるっていう状態で、これがいくら小屈指でもはまっちゃってるから、うん、こっち側に行きやすい、ね、なんか昔でよくこの親指に乗せるみたいな、そう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 、のをやりすぎるというか、やっちゃうというか、そうそうそう、それが出ちゃってる。でまずクラブの重みを生かすのが結局シャローの動きだから、本来は今やったような形で動くと絶対にこっちにしか倒れないのよ。倒そうと思わなくても、この重さに任せてふっとこうやって、その重さに任せて、そうそう、そうやってやれば耐えようとしなくていい。力落ちるでしょ、そっち。はい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 、これがクラブの動き。あ、でじゃあ今度これを軽く素振りしてみるとどうなるかっていうと、この落ちてから素振りするとこういうふうに究極のインサイドアウトに、はいはい、こんなふうには振らないけど、はい、この状態から落ちてから素振りするとこういう感じで、はいはいはい、ね、フッティがこの状態から上げてきてこっちで倒れる、はい、この動き意識してから振るとこうやってインサイドになる。要はこのタイミングなのね、この落ちるタイミングで。はい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 、まずこの感覚を得るためにちょっともう一回やってみようか、はい、構えたら、はい、まず上げる、で落ちるタイミングで左へ回す。ああ、この感覚ないっすね僕。落ちるタイミング、常になんかこう自分でコントロールしてる感じはあるっすけど。そうでしょ、この重いクラブを自分で。そうそうそう、ね、すごい。だから前腕がやっとるよね。そう、もうだからアマチュアの人ってやっぱりこう打ってるとこの辺筋肉痛になる。特にゴルフやったことない人とかはね、はい、でやってる人はもう慣れてるから筋肉痛にはなったりしないけども、うん、やっぱりここ張ったりとかする人もいるし、はいはいはい、そういう人も間違いなく手でクラブコントロールしてる。そもそものアームフリーっていうのはもうクラブフリーだから結局、はいはいはい、クラブ自体がフリーに動いてくれないと意味ない。だ極端なことを言うと、この釣ってこの遠心力に任せれば、うん、どんだけでも小屈もヒンジコックもシャローもできちゃうわけ。だからこの状態ね、はいはいはい、さあ今度2ステップ目、今と同じ感覚でこの状態から今度は右手をグリップして、はい、右手をグリップしたら親指を離して、同じようにクラブヘッドを少し上に釣るような感じ、うん、この状態から同じようにバックスイングをすると、落ちようと思っても右手がいる以上、そうですね、なんか必ずどっかでロックがかかるね、はいはい、もうこれ以上関節曲がらないから、はい、これが最大の切り返しのポイント。あ、これがよくゴルフクラブがこう重さを感じるとかあるじゃん、はい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 、僕はこれのこと言うのよ。クラブの重さを感じるっていうのはこの右手に乗っかった瞬間のことで、この重さが乗っかった瞬間に切り返すことによって、はい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 、シャローに入ってくる。じゃあよく言う親指に乗せるとかじゃないんですね。左手の親指になんか乗せるとかよく言うじゃん。あれはもう昔だね、結局アームローテの動きやね、結局ここから親指に乗せることによってフェース開いちゃうじゃん絶対、はいはいはい、フェース開いちゃうから、これをいかにここから戻すか。だからアームローテで打つならこれでもいいんだけど、こうして、そう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 、これか。そうそう、でまずこの2ステップ目のやり方で軽く球打つのよね。この状態で持ったら離して、こんだけ、はいはいはい、もう本当下の指だけで引っ掛けておいて、はいはい、クラブを軽く吊る、この状態で上げてきて落ちた瞬間に左へ回す。この練習、落ちた瞬間ね、これは最初大げさにこのこれぐらい落ちるイメージでいいから、はいはいはい、
とにかくもうクラブが落ちてくるのを待つ。で、回す。はいはいはい、この練習。一回ちょっとやってみようか。そう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 。それに対してお腹の切り返し。そう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 。相当クラブが後ろから、ね。後ろか。もうこっから来てますクラブが。普通だからね。それそう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 。薄いけど捕まってるでしょ。はい。捕まってます。そう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 。その感覚。はいはいはい、だから今かなりクラブが後ろからね。そうですね。もうこっちからもう自分のこの辺からヘッドが。出てくる感じがあると思うけど、それが本来のインサイドからの入り。まあ、シャフトプレーンの動きやね。本来シャフトプレーンに沿って動くことはまずないのよ。バックスイングがシャフトプレーンだけど、はいはい、基本的にクラブと、クラブヘッドとシャフトっていうのは、シャフトプレーンよりもアンダーから来るのが理想だから、はいはいはい、うん、まあ、フェーズとかはまた変わってくるけど、捕まえるとかストレートを打つ場合は基本的にそのラインから入ってこないと、物理的にフェースっていうのはターンできないんで。すごい。しかもなんか、勝手に体がこういかないし。いかないでしょ。ここで乗るのを待つから、そうそう、行けないのよ。行けないですね。行ったらもう、まあ、ま、乗せれないですからね。そう、もう行ったら大変なことになる。カメラにぶつかっちゃう。そう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 、それそれ。この感覚ないな。その感覚、まあこれがちょっと今もう得たいところやね。ですね。で最終的なこの3ステップ目は、はい、今の親指を離してる感覚。はい。から今度は、まあ、普通に持つんだけど、はいはい、さっきのこの親指は、まあ、ロックしない。グッとこうやって。はいはいはい、必ずね、こう、ちょっと釣ったようなイメージを持ちながら、こうソフトに触るようなイメージ、はいはい。この状態をキープして同じように落ちるのを待ってから打つ。あと、必ず捕まる。そう、少々少々。まだちょっと。そう、まだ落ちてない今。癖で、もうこっから、やっぱあるですね。これやるとすごいわかるですけど、自分でこうしたがるっていうのが。もう、待ってないでしょ。はい。待ちきれず行っちゃってるでしょ。クラブがこう自然落下を待てないから。おしおしおし。マジで待ってない。だもっと待っていいのよ。相当もう、体と手でこうやってかぶってるみたいな。そうそうそう。それがいわゆる打ち急ぎだから。あ、おー、そうだよね。今捕まったね。入射角も今のやったら、あ、いいね。はい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 。フラーパス 2.6 度。あ、インサイドからちゃんと。で、ナチュラルダウンブロー、マイナス4。いいね。この入り。全然感覚違うっす。ソフトにして。おし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 。今ちょっと、そうっすね。そう。で、ちょっとまあ、トラブルを話しとこうか。はい。これはね、ジョー君だけじゃなくて、アマチュアゴルファーの方もみんなこれ参考になるので、ぜひやってほしい動きなんですけど、まあ、これをやっててね、今ジョー君もそうなんですけど、右に行くんですよ。そうですね。で、右に行ってしまう理由っていうのは、大まかな内容として2つあって、はい、まず1つは、この自然落下をさせるときに、はい、落下させてるつもりで、実は、こっちにいるパターン。あー。こうやって、ただ力抜いて、クラブは外に行ったけど、フェースは完全に開いてる。まあ、甲が立ってる状態ね。この状態。これ何で起こるかっていうと、バックスイングを上げた時の、この途中の動作やね。ここからどうしようもまだ手を使ってこうやって上げていくと、こういう風に開く。あくまでも、まあもちろん右腕が完全に伸びてる必要はないけど、体の回転に伴って、フェースのコントロールをしていかないと、こっち側には小屈のラインで落ちてくれない。これが例えば、一回やるけど、こうやってやると落ちても、こういう風に。はいはいはい、はい。こう、急遽で右行っちゃう。だからもしも右にこう、シャンクみたいな球が出るとか、はいはい、めっちゃ右行くっていうパターンの場合は、こっちにはクラブは落ちたけど、フェースが完全に開いている。この状態から、こっからもこういう動きやね。はいはいはい、はい。こういう風に手が回っちゃってる動き。はいはい、これはダメ。あくまでも、このまんまこっち落ちる、はいはいはい。こういう動き。これを意識していくと。まあ、意識していくというか、こうなるようにバックスイングを上げていく。っていうのがポイント。もう一つは、シャローに入ってきたとして、はい、ここでターンできないと戻らないんだよ。ああ、クラブヘッド。突っ込んでいくと。そう。ここから、こうやって戻れば、はい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 、まっすぐ飛ぶね。インサイドから入って。これが、
この状態からこうやって出ちゃうと絶対右にしかいかない。今上こっちなのよ。ああ、一個目はあれできてるけど、そう、こっち側には落ちたけど、はい、もうこっちからこういう感じで、ああ、だからああいう球出るじゃん。はいはいはい。ってなってくるから、しっかりとそのパターンっていう、もう少しおへそを意識しながらこの状態でしっかりとそのパターンしていくっていう。これをちょっと意識して。僕は今のうちの2つの後者のパターンってことですね。そう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 。絡めてこういってるってことですか。そう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 。こういう風に。そう。こう。そうそこ。おしおしおし。まあでもさっきより全然、うん、抜けなかった。球が捕まってるし。かなりここは感覚的には本当右にいる感じだね。そうですね。もうええ こんなんですか。大丈夫ですかっていうぐらい。こんなんでいいんですかって。で全然もうダフりもしないし。惜しい惜しい惜しい。今のとかがそう突っ込んだパターンですね。そう。もう一回ここか。上げてきてここからこっち。はいはい。そうそうそう。して。おお、そう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 。捕まりましたね。捕まってる。うん。すごい。感覚が、すごいですね。バリッバリに気持ち悪いと思うよね。今までが極端に言ったらもうこうだから。そう。真逆っすもん。こう。そう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 。で、もっと右でいいよ。もっとですか？もっと右でいい。右で一回踏んでいい。まあ、てかこれちゃんと落下できたら右に踏めるから、あこっちに行けないからもう、はいはいはい、こう来たらここで踏まなあかんくなるで、右のかかと踏みつける感じだね、落下と同時に。おお、そう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 、これで今ぐらい、今ぐらい、いや球もいいもんな。で今のこれ見て、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいでしょ、ちょいつかまりの。このイメージなのよ。すげえ。で、あとは、まあ多分この練習っていうか、この打ち方して間違いなく感覚に入ってくるのが、はい、これね、僕、瀬戸さんにもよく言うし、この、まあ、これが全てだから、もう首切りの、はいはい、首切りとか、この、こうやって立ってくる。はいはい、これがもう、そもそもできないのよ。プロがよくクラブ重さを感じるって、全部これだから、うん。もちろんこれ以外で感じる人もいるかもしれないけど、はいはい、これをやることによって、よく出てくる言葉、クラブの重さを感じる。はい、体にクラブが巻きつく、ムチのようにとか、はい、そういう感覚もこれなのよ。結局こうやってやったら巻きつくじゃん、はい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 、こうやって巻きついてくるじゃん、はいはい、こういう感覚なのね。でこれをやった時にみんな同じこと言うのが、全然力入らんけど大丈夫っていうの、あ、うん、こっちに、はいはい、うん、なんか飛ぶ気がしんとかっていうんだけど、はいはい、結局これが正解なの、はい、そんだけアームに頼ってここで我慢してアームで打ってたから。でどうやって飛ばすのって話で、シンプルな話で、はいはい、あとは回転スピードなわけ。そもそもこの動きをしてたらもう力が入れようがないから、普通に振ってたらもうこんだけしかできないわけよ、はいはいはい、あとはじゃあこれをどうやって飛ばすのって話で、回転スピード、自分の回転スピードを上げて、はい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 、上げていけば腕っていうのは一切使わなくなるから、はいはい、結果としてクラブが勝手にハンドファーストに入ってきてインから侵入していく、そのまま抜けてこれば勝手にダイナミックなフォローやって遠心力も使えるようになってくると、はいはいはい、っていう感じ。右手を第二関節から折ります、はい、それを下から引っ掛けます、はい、そしたらですね、本来人差し指巻きつけるんですけど、はい、この人差し指をグリップの上側に持っててください、まあ、そうするとね、さっきの生命線を当てるような感じで上に手も上がってくるんですけど、はい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 、この状態で人差し指をくるっと巻いて親指と一緒にもう合わせちゃってください、はい、そうです。この時に人差し指のこの裏側というか内側か、内側でグリップを挟まないようにして、こうやって開けておく。もう一回いきましょうか。挟む、引っ掛けたら人差し指を上に持ってって親指と人差し指で巻いて、これだけ、はい、これはキュンドリルですね、今流行りのキュンドリル。勝手につけましたけど、はい、これで打ちます。はい、これで、はい、これで打ちます。
握ったら久しぶりそう巻いて、そうです挟まないように注意してね、はい、キュンですグリップからキュンです、何落としたのキュンですグリップからキュンです、何落としたのキュンです、ちょっとやりますね、さっさとこうのキュンですして、これでもう普通に打つ感じですか、はい、これで普通に打っちゃってください、あどうですか、すげえ、もうもう落ちるしかないでしょ、多分いやクラブこの辺から来たっすそうこっから来た、今までこんな感覚起きたことなかったっすね、だ相当ここでそういうこと、こいつがここでこう耐えようとしてっていうか、そういうこと、立てる動きなくなった瞬間もう勝手に、本当勝手に行く感じですね、そうです、人差し指親指は基本邪魔をするんですよ、ああだからこれで消して邪魔しない感覚を、そうです、ああいいね、はい、もう嫌でも落ちてくるでしょ、はい、嫌でも落ちてくる、そう前回やったのは落ちる感覚、はいはいはい、落ちる感覚でもこれってやっぱり落ちるのが気持ち悪いから素振りできても打てない人多いね、特に多分視聴者の方もそうだと思う、打つ時になるともうこれ気持ち悪いからそう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 、まずあれであの動画を見てもらったような内容でまず落とす感覚を左手で掴む、はいはい、その後に右手に乗る感覚を掴む、うん、次につなげる、このあとはこの右手をつないだ状態で今度はこの右手にちゃんと乗る感覚、落ちる感覚を得てもらう、はいはいはい、で落ちるための方法はこのグリップの握り方がめちゃくちゃ重要だと、でこれをやるだけで引っ掛けがなくなってちゃんと落ちて捕まった球やね、引っ掛けじゃなくて、はい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 、が出るようになるんで、このたら引っ掛けて久しぶりにそう思ってキュンからの、うん、ああ引っ掛け出る感じしないっす、そうでもヘッド走った感じするし、はい、そうすげえ、もうこっからこの辺から来てヘッドスパーンって走る感じ、そう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 、遅れてきたのにパーンと前に出てくる、そう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 、しかもそれを自分でやってない、そうそれがもうアームフリーっていう状態、あ、手を使って走らせない、これが本当のアームフリーか、そうキュンです、して、うん、あーめっちゃいい、音もめっちゃ良くなってきた、ね、はあ、入りがめちゃくちゃシャローになったっすね、うん、ああどう、今多分振ってみて感覚として相当落ちる感覚があると思うし、相当落ちる感覚ですね、僕 ここに上がっていくんですけど切り返し以降はヘッドもここっすそうだろうね、こっからシコーン多分もうあのアマチュアの人じゃもう納得できんぐらい下から多分下から、うん、が、まあ、正解なんですよね、正解、若干で別に変じゃないですもん、多分普通ではないっすよいやいや普通です、だってこっから来てるっすもん、いや普通です、マジか、これがうわ普通じゃなきゃこんないい球出えへんからね確かにいやでも本当そう、今までより相当この下の感覚ぐらいで、そう落ちるね、だからこの動きっていうかこの形をしてもらうと、まあ、全てが良くなる、まあ、逆を言うと、まあ、先にこれを出すべきなのかもしれんけど、まあ、やっぱこれを先に出してもね、見ない人の方が多分多いと思うから、まあ、今回先にあっちを出させてもらったわけだけど、はいはい、まあ、これをやってもらうだけで自然落下っていうのがより深く分かってくるんで、うん、まあ、ジョークもねこれをちょっと取り入れながら、ちょっと入れますこれは、はい、いう感じですね、まあ、あと、まあ、感覚としてちょっと皆様に伝えておいてほしいのが、はい、どう手の感覚とかどう、もう持ってる感じないでしょ、持ってる感じないですね、まあ、このトップこの辺はもう本当指でこう支えてるというか、ここで重さ感じてる感じ、うん、そう、それが正解、こういう力とかはなくて、もうシンプルにここの指、この2本で重さ支えてますみたいな、そうそうそう、その感覚だ、そもそ もう握ってるんじゃないの、特に右手は、あ、もう引っ掛けてる、ただ支えてる、そうそうそう、そういう状態になるとベストと、ね、いいですね、今まではなんかもうこうしっかり握って、まあ、握なんていうんですか、がっつりとね、がっつりというかで自分でコントロールする、そうコントロールしようと思っていかにいいとこに上げていいとこから下ろすっていうのを手でやったんですけど、これはもう本当支えてるだけ、そう勝手に倒れて、そう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 、勝手に落ちて、勝手に来ると、別に自分でこう走らせなくても勝手にそう前に出ていく、はい、っていう感覚ですね、はい、 OK ですね、